試験走行中のギーフギーフはフランスのアルストム社による高速電車である TGV の次世代車両として開発され従来の TGV の動力集中方式に対して動力分散方式を採用した2008年に試作車が完成2012年にイタリアの NTV 社が営業運転に初投入したなおギーフはアルストム社の登録商標である TGV と同様に連接台車を採用するが、ギーフはアイス3や新幹線と同様の動力分散方式が採用された。主電動機は2007年に鉄路走行車両の速度記録を更新した TGV の V150 編成で実験された永久磁石動機電動機が採用されている。設計上の最高速度は時速 360km であるが、営業運転では 信号設備の関係で、当面250時速 300km に抑えられる予定である。編成の最高出力は 7500kW と TGV より少ないが、動力分散方式の採用と機器類の軽量化により、出力重量比は 22.6kW、トンと向上した。TGV と比較して1隻あたりのエネルギー消費量は30%削減。 前後の動力者がないことで編成長に対する乗車人数は20%増加した。NNTV 社のギーフギーフの営業運転投入は TGV を運用するフランス国鉄ではなくイタリアの NNTV 社が最初の事例となった。NNTV は2008年1月にギーフ25編成とオプション10編成の購入契約をアルストム社と締結、契約額は 約7億ユーロと推定されている。試作編成は2008年に落成し、2008年夏より、チェコのベリムの試験船で試運転が行われた。編成は11車体12台車で、この内5台車が動力台車。編成長は202メートルとなる。座席はスマート、プリマ、クラブの3等級で構成される。車体色のワインレッドが、イタリアの自動車フェラーリを彷彿させることから、 フェラーリ特急とも呼ばれている。車両形式は、タ百575型で、この数字は TGV の V150 編成で記録された、最高速度時速 574.8km に、ちなんだものとされる。イタロのブランド名が採用され、トリノ・ミラノ・フィレンツェ・ローマ・ナポリカンなどで2012年4月28日に、営業運転を開始した。フランス国内で導入された実績はない。 SNCF の長距離輸送部門マーケティング担当者によると SNCF が TGV デュプレックスを採用し続けるのには理由が二つあり一つは低消化が難しくバリアフリーに対応できないこともう一つは特にパリリン間において輸送力が限界に近づいており二階建て車両以外の採用は不可能というのがその理由である車両は 同社の最新技術を余すところなく採用し、世界でもトップクラスの高加減速性能や環境性能を誇る高速列車として知られているが、床下に機器を搭載したことにより、低消化が不可能という難点があった。このため、いくらハイスペックといえども、SNCF の車種選考からは漏れてしまった。ありがとうございます。